カンニはインドタミルナード州に見られる猟犬である。キャラバンハウンドやムドホルハウンド、サルーキ等の血を引くとされる。カンニとは現地の言葉で処女を意味するという。この名前はかつて結婚に先立ち持参金の一部として花婿に送られたという習慣から来ると言われている。送られた犬は手放すことなくペットとして大切にされるべきものとされたという。 非常に希少な犬とされる。体高がオス65センチ前後、メス55センチ前後の大型犬である。細く洗練されたボディを持つ。滑らかなスムースコートで、毛色はブラックオタンが一般的であり、ブラウンやクリームもある。足や胸にホワイトが入るものもある。クリームの毛色のものはパーラカンニと呼ばれる。マズルは先細りで細長く、耳は 先が細く、下を向いた垂れ耳である。尾は、飾り気のないサーベル型の長い垂れ尾である。性格は恩和であるが、必要があれば有猛に主人や家を守る。従順で訓練もしやすいが、自立心も強い。運動能力は、非常に高く、俊足であると同時に、頑強である。餌は朝に、父、午後と夕方に、穀物の粥を与えられるという。ありがとうございます。